はい、こんばんは。今回はね、納豆、茨城名物の納豆、からしマヨネーズということでね、ご紹介したいなと思いますけども、納豆マヨネーズスナック、からしマヨネーズ、茨城名物納豆味スナックは、香ばしいサクサクとコーンにおなじみの納豆の美味しさとからしの程度の良いからし、さらにマヨネーズを加えたマイルドな軽い食感のお菓子です。納豆特有のバイド甘は上手し、皆様のお皿でお楽しみくださいということで、茨城名物の納豆ということでね、あのやつですね。うまい棒とはまた違うんですよ、これね。ではいただきます。確かに来たよ、あの納豆の、納豆ってあんまり好きじゃないんだけど、納豆のね、あの独特のネバネバとした味と、あの味ね、めちゃめちゃした味、まあ好きだ、まあ、確かに納豆だなって感じですね。そしてこの、香りとね、味がやって、でこう結構ね、納豆の味と、このネバネバ感が確かに出てますね。でこう、独特なからしがそこにさーっと入ってくる感じで、なかなかの、いい味わいで、まあ、非常にネバネバとした味と香りがいいですね。これはこれでなかなかのいい味を今出してるんじゃないかな。でそこに、からしのちょっとしたからしの味があって、なかなかの、納豆好きの人にはいいんじゃないかなと思います。でどっちかというとうまい棒に比べてこっちの方がちょっと甘さを控えめにしてるかなというようなところが感じられました。というわけでどうもありがとうございました。